なんでかっつうとまた B の方がより良いと思ったから。だそれの連続なんだよ。より良い方、より良い方を選んで今の自分があるんだから、今の自分が最高なんだよ。今の自分以上はありえないんだよ。今の自分が最高なの。だって常にどっちがいいかなっていい方選んでる、どっちがいいかなってどっちあのいい方選んでる、より良い方選んでる。だから今の自分が最高に決まってんじゃん。だけどなんかね、多くの人がね、こっちを選んだ後に B を選んだ方が良かったんじゃないかって意味のないことを考えるんで、意味ないじゃん。もうつか B の方が良かったんじゃないかっていう妄想なんていくらでもできるじゃん。 A で失敗、A より良かった、 B を選んだ方が良かったっていう仮想現実はいくらでも妄想を膨らませられるじゃん。で今の B を選んだ自分の方が幸せになって